皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はホンダの新型 Nボックス カスタムとスズキの新型スペーシアカスタムを徹底比較していきたいと思います。実はこの企画ずっとやってみたいなと思っていて、皆さんもこの2車種結局のところどっちを選べばいいのと気になりませんか？今軽スライド車の需要ってものすごい勢いで伸びていて、特にこの2台は永遠のライバルと言っても過言ではないほど常に首位争いをしている大人気モデルとなります。どちらも待望のフルモデルチェンジを果たし、どっちを買うべき、何が違うのと気になる方も非常に多いと思うので、今回この動画をきっかけに少しでも参考になれば嬉しいなと思っています。それでは早速スタートです。それではまず早速 Nボックス カスタムのフロントフェイスから見ていきたいと思います。ヘッドライトの縦横の大きさから見てもわかると思うんですが、なんというかギラギラ感というかカスタムという部分がすごく洗練され表現されていますよね。流行りの細長いヘッドライトで悪い顔を作るわけでもなく、あえてアイコニックで上質感を感じるヘッドライトに仕上げ、それを少しブラックアウトさせることでカスタム感もうまく演出していて、カスタムという定義がやんちゃとかではなくちょい悪でおしゃれみたいな、こう今までと違ったテイストの顔がまたすごく新しさを感じますよね。そしてそれに対してスペーシアカスタムを見ていきたいと思いますが、もう王道中の王道スタイルですよね。細長のヘッドライトにメッキ加色を贅沢に使用し、とても豪華で見栄えを意識した作りになっているなと感じます。どうでしょうか皆さん、この対照的とも言えるこの2台、装備云々よりもこのね見た目の時点で結構ね好みが分かれてくるんじゃないかなと思います。さらに細かく見ていくと Nボックス カスタムはこの部分がデイライト機能を備えていて、ライトも点灯時はここの中央のライン上も点灯するようになっているので、まあ、昼夜問わず走っていると存在感がかなり出てくるかなと思います。それに対してスペーシアカスタムはデイライト機能は備えないものの、 Nボックス にはついていないフォグライトがついているので、フロント全体の見栄え的にはスペーシアカスタムの方がお金がかかっているなぁ、こう豪華だなぁと直感的に感じてもらえる仕上がりになっているかと思います。ハザードに関しては両者ともシーケンシャルタイプが採用されています。 Nボックス カスタムがこんな感じ、そしてスペーシアカスタムがこのような感じとなっています。 Nボックス カスタムに関してはライトにこだわっているということもあってかなり滑らかな感じもしますよね。そもそもコンセプト的にも今回の Nボックス はファーストカーとして選ばれている背景を強く意識しているという部分もあって、まあ、カスタムと言いながらもそこまで尖らず万人受けも意識して今回開発がされたのかなと感じられます。それに対してスペーシアカスタムは、いやこのクラスには強さや華やかさの方が大事でしょという見た目の印象を特に意識して作られているのを感じました。それでは次にサイドを見ていきたいと思いますが、どうでしょうか、この2台似ているようで結構印象が違いますよね。まず Nボックス カスタムから見ていきたいと思いますが、やはり一番目を引くのはこの大型のアルミホイールかなと思います。個人的にもねこのデザインすごく秀逸でかっこいいなと思います。今回 Nボックス カスタムターボをご用意させていただいたんですが、実はねターボだとこの15インチのアルミホイールで、ノンターボのモデルだと14インチのこんなホイールになります。先ほどもお話ししましたが、 Nボックス は日本一売れているお車ということで、まあ、ファーストカーとしての需要も非常に高く、特にねターボモデルはかなり人気があるということで差別化がうまくされていますよね。それに対してスペーシアカスタムはこのような15インチのアルミホイールを履いていて、ターボなしに関わらず同じこのアルミホイールが装着されているので、その点ね非常に好感が持てますよね。
本当ね、サイドは特にホイールの印象だけで全然見え方が変わってきますので、皆さん直感的にどっちがいいなと感じたか、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。あとですね、 Nボックスカスタムに関しては見ての通りプレスラインがほとんどなく、これすごくつるっとした、洗練されたデザインになっているかなと思います。サイドに関しては黄金比率というものを持っているそうで、秘伝の味をあえてアレンジしないのと同じで、変にそこは冒険せずいいものを継承していこうという考えのもと今回のデザインに落ち着いているそうです。それに対してスペーシアは Nボックスと違って強めのプレスラインがくっきりと非常に多く入っていて、イメージとしては頑丈なコンテナをモチーフにデザインがされているそうです。どうでしょう、皆さんね、プレスラインを聞くとこう異様にねプレスラインが気になっちゃうかと思うんですが、全体のバランス的にはどちらが好みでしょうか。それでは次にリアを見ていきたいと思いますが、まずは Nボックスから。フロントマスク同様に本当ね、いい意味でクリーンで癖のない雰囲気がかっこよく表現されているなと思います。それに対してスペーシアは、こちらもねフロント同様にメッキパーツを贅沢に使うことで力強さを上手に表現しているのが伝わります。透過類に関しては Nボックスはフル LED 仕様で、なんとナンバー灯も LED となっています。ちょっとしたことですが嬉しいですよね。それに対してスペーシアカスタムはテールの光り方はねすごく美しいんですが、その反面ウインカーとバックランプが電球タイプとなっているので、個人的にはそこがね少し気になりました。ナンバー灯も電球タイプとなっていて、別にね個人的には LED じゃなくてもいいかなとも思うんですが、今回このようにね完全にちょっと丸見えの状態なので、電球云々とかではなく、もう少しね見えないような配慮があったら嬉しかったなと正直思いました。でもねバックランプハザードというのはね、使っても数秒数十秒の世界なので、気にならない、これで総額が安く済むなら全然あり派というのも多いかなと思うので、それはねご自身の好みで選んでもらえたらいいかなと思います。ちなみに今回の車両スペーシアカスタムのノンターボモデルなんですが、車両本体価格が 199.5 万円となっています。ちなみにターボモデルになると総額 207.3 万円とね少し上がります。スペーシアに関してはターボありなしでさほどね装備が変わらないので、このモデルはね人気が出るのではないかなと感じています。また今回ご用意した Nボックスカスタムのターボモデルなんですが、こちらは車両本体価格 204.9 万円、ターボなしモデルだと 184.9 万円となっています。逆に Nボックスの方はターボのありなしで装備の差別化ができているので、ターボモデルの方が人気が出るかなといった感じがしています。それでは次にねここで決着がつくであろう内装の比較も行っていきたいと思います。まず Nボックスカスタムの後席から見ていきたいと思いますが、まずすごいのが後席を開けるとき指1本でも操作ができるくらい軽い力でドアを開けることができます。これね誰得と思うかもしれないんですが、こう普通に力いらずというのはね、女性や子供を乗せることが多い方からしたらかなり好感が持てるポイントじゃないかなと思います。対してねスペーシアは、そういったね軽い力で開けるというものはないんですが、ボタン操作で開けることができるので、普通かなといった印象です。そして Nボックスカスタムの後席に座ってみましたが、足元空間頭上空間ともに広く、これはもうすごく快適です。飲み物が2つ置けるテーブルにロールサンシェード、そしてアームレストも各席ともに専用で用意がされています。シートの質感も非常によく、あと個人的にはね天井がブラックというのもね高級感をかなり感じますよね。またねルームランプが今回なんと電球タイプになっていて、子供が寝ている時などにね LED 照明だと眩しいという意見もあるみたいですが、皆さんこのねルームランプが電球というのはどうでしょうか。そしてそれに対してスペーシアカスタムの方も見ていきましょう。
こちらもね、 N ボックス同様に足元空間や頭上空間はもう共にとても広く、これはねもう言うことはないかなと思います。飲み物が一つ置けるテーブルにロールサンシェード、アームレストも各席用意がされています。ここまではね、だいたい N ボックスと同じような装備内容かなと思うんですが、それにプラスしてスペーシアには後席にも USB が2つ備わっていて、なんとね、オットマンまでついてきます。こんな感じで荷物がずれ落ちないようにガード的な役割もできますし、オットマンが標準装備というのはちょっとね、革命的すぎますよね。実際にね、使ってみたんですが、やはり足はね、相当楽に感じますし、長時間のドライブの時に差が出てくる部分かなと思います。シートはこんなデザインになっていて、今回ボルドーがアクセントに入ったタイプで、ここはね、少し好みが分かれるかなとも思いました。そして天井はベージュ色で、スペーシアには後席に風を送り届けてくれるサーキュレーターがついています。座っていても圧迫感を感じないスリムな形状なので、個人的には天井の色は N ボックスカスタムのような黒色も好みなんですが、サーキュレーターがつくならベージュの色もありだなという印象です。皆さんどうでしょうか。装備内容的にはスペーシアの方が豪華そうですが、シートの質感だったり天井がブラックというのも捨てがたいなという印象ですよね。それでは次にね、前の席も比較していきたいと思います。まず N ボックスカスタムですが、ブラックを基調としたとても上質感が漂う、そんな雰囲気となっています。軽自動車と忘れてしまうぐらいの上質な作りは非常にね、大人っぽく、また水平基調に仕上がっているので視界が広く、想像以上に運転がしやすい印象です。それに対してスペーシアカスタムは同じくブラックをベースに、マットボルドーがいいアクセントになったエレガントさを感じるような仕上がりになっています。個人的にはね、このマットボルドーすごく好きなカラーなんですが、ここはね、好みが出そうな部分でもありますよね。シートもアクセントにボルドーが入ったタイプで、ドアの内側にもこんな感じでボルドーが差し色に入っています。また反対に N ボックスカスタムはプライムスムースとトリコットのコンビシートとなっていて、高級感というのはね、そこまで大きくは感じませんが、座り心地はとてもいいものを使っているといった印象です。ドアの内側もシンプルでありながら、よく見るとこだわりを感じるデザインに仕上げられ、こう長い目で見るとやはり飽きのこないスタイルというのは強みになってくるのかなとも感じました。助手席前の収納スペースはほとんどなく、その分グローブボックスがとても大きく作られていて、ここにほとんどのものをしまって出し入れができる、そんなスタイルになっています。実際ね、ティッシュボックスとかを入れると、正直ね、結構スペースが埋まっちゃうのかなという感じで、子育て世代の方とかはもう少し収納空間が欲しいんじゃないかなというふうに感じるんじゃないかなとも思いました。調べたところオプションで収納空間を追加することができるそうなんですが、実際ね、オプションだったらつけないという方はね、多いかなと思うので、ここはね、見た目はスタイリッシュでかっこいいかもしれませんが、ユーザー層のことを考えると使い勝手的には少し余るくらいの置き場があってもいいのかなと思ったりしました。それに対してスペーシアですが、助手席の前に広いオープントレイが備わっていて、その下にはティッシュボックスがすっぽり入る収納空間で、ね、個人的にすごく感動したのが、大型のアームレストの中に収納スペースが備わっていて、これはね、もうミニミニ版といっても過言ではないほどの収納スペース。子育て世代にフォーカスして解説がされているのがすごく伝わってきますよね。メーター上にも収納スペースがあって、ここはね、もうメガネだったりサングラスをちょい置きするのにちょうど良さそうですよね。ちょっとね、気になるのが中央の足元部分にね、ボックスだったりフックなどがないので、ゴミ入れ的な場所が作れないのかなというふうにも感じました。対して N ボックスカスタムはここの部分にスペースがあるので、物を入れたりフックにね、ゴミ袋をかけたりとか、そういったね、スペースが作れるかなと思うので、その点はすごくいいですよね。あとですね、ハンドルのデザインですが、 N ボックスカスタムはこういったデザインになっています。で、スペーシアカスタムについては標準でね、ステアリングヒーターがついてくるので、これはね、地味にポイントが高いですよね。
メーターは NBOX カスタムは7インチの液晶メーターとなっていて、対してスペーシアカスタムはデジタルのスピードメーターと 4.2 インチの液晶となっています。実際ね、使い勝手的には正直スペーシアの方が使いやすく感じました。まあ、コンパクトな分情報が頭に入ってきやすく、まあ、操作性もね結構良かったです。ただね、見栄え的にはやはりね7インチの液晶の方がいいかなと思うので、このあたりはね、まあ、使っていけば慣れる部分でもありますし、あとはまあ好みの問題かなというふうに感じます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ね、大人気モデルの徹底比較をしていきましたが、まあ、どちらも一長一短的な部分もあるのですごく悩みますよね。今回ね、私も紹介していて、まあ、本当ね、足して割る2ぐらいが一番いいんじゃないかと思うぐらい、まあ、両者互いにいいところを持っていて、今後の首位争いはどうなるのか、それがね答えにもなってくると思うので、すごく気になる部分ではありますよね。まあ、私もそうだったんですが、まあ、直感的にね自分でいいなと思った車に乗った方が後悔はないのかなと思いますので、まあ、今回の動画を見て、まあ、皆さんの直感的な部分も結構大事にしていただいて、まあ、動いてみてもいいのかなと思いました。まあ、お店の雰囲気だったりね、店員さんの相性だったりね、まあ、いろいろ言うと車を購入する際に考えるところキリがないかとは思うんですが、ぜひこちらの動画を参考に少しでも悩んでる皆さんが前進できたら嬉しいなと感じています。ということで本日はね、初めての比較動画でした。 NBOX カスタムにスペーシアカスタム、ともにね単独の車両紹介の動画も公開していますので、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。